ただいま。どうもハンバーグラーメンのアンディ元山とハンバーグラーメン西村俊彦です。はい、うん、今日はこのセットですので、おお、皆さんお楽しみのやつですよ。ちずっちが来るのかい。いや、なんでまたちずっちが来るんだよ。来ないの。来ないよ。もう来てくれないか。いつからちずっちって呼ぶそういう仲になったのね。この間一回会っただけでしょ。分かんないけど、はい、そうそう、ね、今日もね、うん、ゲストを、はいはい、お呼びしております。誰だろう。もう書いてるんですけどね。あ、はい、本当だ、うん、今日は字間違ってないですか。間違ってないと思います、うん、はい、間違ってたら後で修正してもらいます、はい、ということで、演劇ユニットクロクロから第二の資格、うん、木村ゆきさんです。わー、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ。すいません、ちずっちじゃなくて。いえいえいえ、とんでもございません、はい、ということで改めて、はい、演劇ユニットクロクロの、木村ゆきさんです。はい、木村ゆきです。よろしくお願いします。軽く自己紹介お願いします。はい、演劇ユニットクロクロに所属しております木村ゆきです。役者、劇団の中では役者をやっております。あとは宣伝美術もやっておりまして、今回の公演のフライヤーを作成いたしました。お、これです、はい、これ、うん、これ本山さんがちょっと太ってるやつね、はい、そう僕はまたかろうじて太ってるやつね。ちょっと私があの撮影したりとかもしたんですけれども、はい、そうですね。あとは、趣味、うん、趣味の趣味、うん、趣味急に、うん、何でもいいですよ。あ、うん、ご趣味は映画が好きで、はいはい、映画鑑賞が趣味です、はいはい、あとは、うん、んなもんか。そんなもんですかね、はい、なんかその映画のあれですよね、配信みたいなのもやられてるんですよね。あ、そうです、うん、普段映画の映画を見た感想とかをツイキャスとかでお話をしていたりもします、うんうん、あれ、はい、タイトル何でしたっけ。キムラジオっていう、はい、キムラのラジオで、キムラジオです、うん、なるほどね、はい、キムラジオのメインパーソナリティである、ね、木村ゆきさんに来ていただいておりますから、はいはい、後ほどですね、まあ、たっぷり映画の話とかもね、うん、聞かせていただけたらなと思っておりますが、うんうん、はい、そうですね、ハンバーグラーメンのキムラジオ、キムラジオなんかややこしいな。ややこしいな、うん、なんですけれども、まあ、今日はちょっとまずは木村さんの、うん、どんな人なのかっていう話をね、うんうんうん、していきたいと思いますけど、いきなりでなんなんですけど、好きな食べ物なんですか。好きな食べ物、好きな食べ物、うん、唐揚げ。唐揚げね。おお、初めてだ。はい、うんうん、はい、じゃあ唐揚げって言ってもらったら、僕らその後にハンバーグラーメンって言うので、ラジオカッコカリーと、はい、ラジオカッコカリー、はい、タイトルコールを、はい、していきたいと思います、はいはい、じゃあお願いします、はい、唐揚げ、ハンバーグ、ラーメンのラジオカッコカリー。いや、毎度にぎやかでいいですね、ゲストが来ると ね、 ね、うん、食材が1個増えるだけで ね、 ね、うん、だいぶ変わりますからね。茶色いですけど、茶色は全体的にね、美味しい茶色、茶色、茶色は美味しいんです、はいはい、はい、ということで、ゲストに木村さんを迎えてですね、はい、ラジオをやっていきたいと思うんですけれども、はい、毎回恒例のね、我々のラジオの、定番になっております、うん、あれから始めていきたいと思います。おう、はい、原ちゃん、お楽しみタイム。地図さんの時はなかったですからね、はい、うん、なかったことにクレームがあって、クレームなんだよ、クレームまでいかないですよ、あれなので、スイーツタイムがないっつないっつってね、コメントいただいたので、ゲストの回でもスイーツタイムを入れてやろうと、なるほど、今回思い立ったわけでございます、はい、地図さんに自慢してやってください。そうですよ、私はスイーツ、私には出たんです、出たんですスイーツを、はい、ということで、今日ご紹介しますスイーツは、コンビニファミリーマートさんから出ておりますふわしゅわスフレプリン、オレンジチョコソース入りショコラと書いておりますね、こんな感じですね。ちょっと前に見せに行きましょう、いってらっしゃい。違う、BGM がふさわしくない。どういう設定の世界観、わかんないけど俺。
サイバーパンクなんでサイバーパンクの世界の食べ物じゃないでしょどう見ても分かんないけど、はい、ということで、うん、ちょっと早速食べながら、ねうん、みんなでお話ししていこうと思います。はい、はい、ね、うわすごい、我々食べながら話せたことないけど、まあないけどね一回もね、夢中になるから、ね、うん、いただきます。何これどうなってんの、どうやって食べるのが正解かもまだちょっとわからないやったよねこれ。そうですね、うわすごい、なんかソフトクリームみたいないるものに入ってるねこれね。そうね、ちょっとね、パカッと上がね、うんうん、いただきます。どうぞ。ふわふわだ。どうですか、木村さん。いや、オレンジって書いてあったから、オレンジどこかな。あのね、この見た目でショコラなんでオレンジってちょっと書いてはいますけど、うん、それで最初からオレンジ目当てで食ってる人は俺初めて見ますけどね。木村優希のオレンジ探しでございます。オレンジ探し、ちょっとまだあのたどり着けてない。オレンジまで行ってない。オレンジまで行けてないですね、はい、じゃあ発見したら大きな声で見つけたって言ってください。わかりました。いただきます。ふわふわ、ふわふわって最初に木村さん言ってたよね。ね、うん、でもね、ふわふわなんだけど、うん、なんかすごくなんかしっとりとしたショコラというか、うんうんうん、そうだよね、うん、だからふわふわなんだけど、うん、口の中に入れるとなんかしっかりとしたなんか、うん、あのチョコレートを食べてるみたいな感じになりますね、うん、そうですね。これもあれかい、下からかき混ぜて食べた方がいいものかい、これそのパティーンかもしれないね、ちょっと、ね、でも私もね、上を一層しようにしそうになってんの。危ない危ない危ない、それ危ないよ、それ危ないよ、騙されるパターンよ、うん、わ 下すごいクリームがいっぱい出てきたよ。本当だ、あ、いるんじゃないのこれオレンジ。 あ、いた。はい、いました、オレンジ。 あ、本当だ。この中のどこにいるかは分かんないけどね、うんうんうん、白いとこですかね。白いとこ、だから多分ね、そうだよね、白いとこか、うん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 、オレンジチョコソースって書いてあるぞ。でも本当？本当だね、オレンジこの、あ、ね、なるほど、ソースか。あー、この白いやつの上のちょっとしたソースが多分オレンジチョコなんだね。なるほどね。一番下もなんかチョコプリンみたいな感じだよねこれね。間のこのクリームとオレンジソースがすごくいいアクセントになってるね。いや、上だけ全部食べてるとさ、ちょっとしつこいかなって気にもなるけど、これ下混ぜて食べることでなんか全然いくらでもいけるものに変わるというか、一回さっぱりして、そう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 、また甘いのってな、うん、なるよね、うん、いい、すごくいい。おせんべいとか持ってきましょうか。いやいや、なんで外からの手出す借りるこいつだけで完結してるって話を今してんのよ。甘いのしょっぱいので、うん、そう、しょっぱいのまで いかないとダメなの。ボリュームがすごいね、でもとにかく、うんうん、ね、うん、2、3個のスイーツをいっぺんに食べてる感じがしますね。わかる、うん、でもね、思ってる以上にね、うん、しつこくはないからやっぱり、うんうん、チョコ好きだったら本当にこれはいいと思います。うん、美味しい。木村さんはチョコ好きですか？チョコ好きです。お、はい、何チョコ？何チョコ、うん、なんだろう。でもなんかあの中にザクザクしたのが入ってるのとかは買っちゃいますね、うん、コンビニとかで、うん、クランチチョコ的な。あ、そうですそうです。そうかそうか、じゃあぴったりのスイーツでしたね。いや、ザクザクしてないじゃん、うん、ザクザクしてないじゃん、あれ
持ってこうか、ね、何何何だからそれを持ってきたらそれを食えってなるじゃん。違う違う、持ってこようかって上刺さないで。そうか、いやでもチョコ好きになるね、はい、うんうん、美味しい。僕だってこれ並んでてこの見た目にちょっとおってなりますもん、もうまず最初に、うん、頭でっかいスイーツ。そうね、うん、早く木村さんのことを教えてくださいとね、皆さんね思ってるかもしれません、ね、だけどもまずはスイーツをゆっくり食わせてくれと、うん、うん、ね、ね、貴重ですよね。いやもう僕最近本当にここ以外でスイーツ食ってないから貴重なんですよ。非常にありがたい時間なんで、うん、堪能させていただいております、うん、本当に、あんだけ死ぬほど毎日甘いもん食ってたのにな。ね、今、うん、リス元山ですから、ね、語呂悪いな、2文字になるともうね、最近かぼちゃの種ばっかり食ってますからね。リスだよね、もうね。ね、くるみかかぼちゃの種か、そんなもんばっかり食ってますからね。リス生活続けてて、うん、スイーツ来たらより美味しいんじゃないの？うん、めっちゃ美味しいですよ、うんうん、幸せそう。よかったね、よかった、うんうん、ほら、ね、もう言い訳がタッチすぎるじゃん。だってこの要はスイーツ食うためのね、うん、この番組で食うんだから、うん、しょうがないじゃんって言えるじゃん、うん、そうじゃないと食えないってなんだろうな、悲しいな、うん、リスだから ね、 ね、それでいてさ、うん、痩せろって言った本人がいやもう別にそんなもんでいいですよみたいなこと言われるとさ、ちょっとこうモチベーションがさ文句だ。すいません、すいません、うちの主催がまあでも後でね、痩せれたら痩せるだけいいですよって言ってたから、まあ、まあ頑張ってもうちょっと痩せようかとは思ってますけど、うんうん、ありがとうございます、ね、本当に、ね、最近体重計ちょっとね測ってないので、うん、あれなんですけど、まあ、もう痩せてるっていうことでね。いやでも最終的にいくら何キロになったかっていうのはやっぱり知りたいと思うから皆さん、うん、だから次回というか、うん、次生配信するときには多分測りますけど、生配信体重計、そうそうそう、うん、どっちが先か分かりませんね、これが流れるのと生配信がどっちが先か分かりませんけど、うんうんうん、まあちょっと測って、うん、それを最後にするかな。でももう本番始まっちゃうしね。そうね、言うても ね、 ね、うん、本番後に測る意味わかんないよねそれね、うん、本番でさらに痩せる可能性あるからさ、うん、だって1日3公演やるんだよ、3公演、うん、文句？いや文句じゃない、文句じゃない、文句ではないけど、うんうん、文句ではないけど割と平均年齢高い座組で3公演やるんだっていう、うん、ちょっと恐怖ですよね。文句ではないけど、持つのか我々と思ってますけど。演目的にはどうなんですか、体力消費激しそうなんですか。分からない、どう、いやなんかあれですね、甘いもの食べないとやっていけないみたいな感じになりそうですね。ああなるほどね、うん、ちょっとね、うん、その肉体的にめっちゃ動くかっていうと全然動かないんですけど、うん、なんだろう、エネルギーは使う、使いますね、うんうんうん、でもね、うっすら千田くんが大運動会するかもしれないって言ってたからね、うんうん、阻止しますね。阻止するの、そんな権力あった。割と言える、一応あのメンバーなんです。あ、そうかそうか、うんうん、黒黒の抑止力、木村祐樹さんにお越しいただいております。はい、いろいろね、じゃあちょっと木村さんについてね、うん、いろいろお伺いしていけたらなと思っておりますけれども、うんうん、あれ、黒黒に入ったのは、はい、いつ頃なんでございますか。入ったのは2017とか16かな、7ぐらい、はい、6、7年経ってる。間コロナ禍何もできなかったので、うんうんうん、意外と経ってるなって
感じですね、うん、はい。なんで入ろうと思ったの？もともと全然私フリーで役者やってたんですけど、うん、オーディションたまたま募集しててクロが、はい、で面白そうだなって思ってオーディション受けたら、うん、受かって、うんうん、で公演に出演させていただいて、うんうん、それはそれで終わったんですけど、うん、また次クロクロがやるときに、うん、木村さんまた出てほしいんですけどっていうお話をいただいて、うんうんうん、でもしよかったら所属もしてほしいんですけどっていう流れで所属になりました。なるほど、うん、まずは最初は公演に出るためのオーディションだったんだけど、そうですね、はい、まあ、出たら、うん、まあ、劇団になってくれと。そうですね。それ木村さんが入る前には劇団員はいたんですか？他にいました。いました。でもなんか結構入れ替わりもあったりして、うん、まあ、私とあと、まあ、何人かも一緒に入るっていうタイミングで新生クロクロみたいな感じになりました。いたんだね。はい。そっか、僕知らないわ、その頃のクロクロ。衣装を作る方がいたりとか、はい、あと音楽の方ももう一人ぐらいいて、アムタさん以外でいたんだ。そうですそうです。それで役者さんは外部からいつも呼んでるみたいな感じで公演をやっていた団体ですね。あ、そっかそっか、はい、で役者としては初登用になるのかな。はい。それだけ木村さんがこう魅力的だったってことですね。嬉しい、はい。どうですかね。いや、そんなに考えられないでしょ、だって。なるほどね。はい、そんな流れでした。はい。そうかそうか。西村君、こう、うん、ずっとね、今オープニングから普通にいますけど、うん、初対面なんですよね、今日ね。そうですね、初めまして。よろしくお願いします。すごくスムーズにね、全てが始まってしまってますから、うん、気づかれないかと思ったんですけど、うん、まあ、ね、初対面ですから。そう、クロクロの抑止力に、ね、お会いできるとは思いませんでした。ね、今日も事前に本当に、ね、何分喋ったかぐらいの話ですからね。まあ、いかにこうコミュニケーション能力がお互い高いんだろうなと。ほ、ね、じゃないとこんなすぐ馴染めないでしょ、普通は。デザートまでいただいて。いえ、とんでもない、はい、甘いもんの力ですね。あ、確かにね。本当に本当に、まあね、スイーツ一緒に食べたら仲良く、すぐ仲良くなるからね。そうなの。わかんない。じゃあもう世界首脳スイーツパーティーしようよ。あ、それいいよね。G7 スイーツ会議。そうそうそう、 G7 スイーツ会議っていいよね。ねえ、もう各国のさ、名物スイーツを持ち寄ってさ、ね、From Japan みたいな、みたらし団子みたいな。そうそうそう、そういうことでしょ。そうそう。ねえ、どうですかね、そういうのは ね、 ね、世界平和にね、一歩でも近づいていただければ、ね、ちょっとね、国連とかにコネのある人は提案してみてください。国連とかにコネのある人がこれ見てると思うか。な、国連にコネある人ってどんな人なんだよ、そもそも。そうか、そうです ね、うん、初対面っていう話、初対面っていう話ですか。はいはい。まあ、なんか西村君も聞きたいことあったら、うん、西村君聞いてあげてください。そうですね、そのなんかクロクロに入る前から、はい、その演劇みたいのはやられてたんですか？うんうん、そうですね、うん、初めてお芝居やったのは、うん、大学の演劇部が初めてなんですけど、もともとずっとやりたいなって思ってて、うんうんうん、で、まあ、高校生の時に演劇部がなかったので立ち上げたんですけど、1年で廃部になってしまって、悔しくて、それはそれは絶対にやってやるって言って、うんうんうん、まあ、今に至るって感じ。じゃあその部活を立ち上げるほどの情熱っていうのは、なんかきっかけみたいのはあったんですか？きっかけ、うん、演劇をやっていこうみたいな。はい、もともと声のお芝居をずっとやりたいと思っていて、うんうんうん、で、まあ、舞台も経験した方がいいらしいと、うん、よく聞く話なんですよね。はい、よく聞く話なんですけど、うんうん、いいらしいと。で、まあ、その中学校ぐらいだったので、うんうん、じゃあ高校に行ったら演劇を始めてみようと思ったっていう感じですかね。なのでクロクロはそうやってなんかできなかったことをやり直す団体なのかい？
千作もだって卒業公演ができなかったからって言って立ち上げたって言ってたから、そういう人が集まってくるのかもしれないそうなのかな、クロクロのオーディションとかで書類を送るときには、うん、あのなんか自分が成し得なかったことを書いておくとそうかそうポイント高いとか、おってなるかもしれないこの人みたいなどんな基準で撮ってんだ、うん、演じていく上で、はい、なんかどんな感じの役が多いとかあります？それは舞台でっていうことですか、うん、クロクロに限らず、クロクロに限らず、うんうん、そうですね、こういうのやりがちみたいな幸薄い感じ、ほー、あ、そう、結構多くて、うん、一回オーディション受けに行ったらなんか、うんうん、あの犯罪者みたいな目してるねみたいな言われた犯罪者みたいな目それ ありがとうございますって言って、それはもうダメだったんですけど、ありがとうございますって一応言っとくんだ、うん、それはねもう演劇の良くないところ、良くないところ、良くないところだよね、うん、いきなりだって要は初対面なわけでしょそうですね、初対面のやつ呼び出してさ、うん、ちょっとやってみてって言ったら、うん、お前犯罪者みたいにしてるねってピーって言ったら、そうだよねとんでもないこと言ってるよねそれに対してありがとうございますって言ってもちょっともう狂気だけどね、だからもうなんかよくよく褒め言葉かなと思ってるけど、あ、まあね、まあ犯罪者役オーディションだったら確かに褒め言葉、褒め言葉、うん、全然そんなことなかったんですけど、そうか、アウトレイジのオーディションとかではなかったでしょ、なかったですね、あ、そう、はい、全然なんかそんな感じしないけどねそうですね、うん、うんうん、なんか幸薄そうでもないもんね、本当ですか、え俺だけね、どう切り込んだらいいのかがね、あの、すごい、そうかそうか、うん、幸薄そうな役が多いって言って、うん、あーって言うと幸薄そうって見てるっていうことになるし、そう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 、うん、そうなのって言うと、うん、でもそういう役を多くやっていることが多いわけでしょ、うん、だからそれは幸薄そうに感じない人だけど、うん、幸薄い感じをやってるっていうのはすごくテクニカルなことなんじゃない、ひょっとしたら、うんうんうん、じゃあ技巧派ということで、技巧派、うん、あ、でも、今一緒に、うん、まあ、稽古やってますけど、うん、もう木村さんはね木村さんオリジナルなのよ何やっても、うん、今回のはちょっと珍しいかもしれない、あ、そうかな、うん、全然やったことないキャラクターに挑戦させて、うん、全然殺虫水とか程遠いところにいる人やってるから、うんうんうん、だし前回その岩窟に眠るというので、うんうん、僕伯爵の、うん、まあ、要は伯爵が助けたある国のお姫様みたいな役をやってて、うんうん、そうでした、でそばにずっといてこう、はい、こうあまり喋らない感じ、うんうん、だけどこう静かに伯爵のことを慕ってるみたいな、うんうん、そういう役どころをやってくれてたんですけど、はい、その時別に幸薄くない役だから、あれもなんかね、お姫様、まあ、過去にいろいろあったけれども、真の強いなんかさ、うんうん、だからそれがすごいあの何ハマってたから、うんうん、全く僕にはそんなイメージがなくて、あ、うん、そうですね、でも黒黒に入る前が多かったかな、幸が薄い感じ、うん、あ、じゃあ黒黒に入って変わったんだ、うん、幸があの濃くなってきた、幸が濃くなって、将軍だよそんな、あ、もう節分、これ節分だったから、あ、なるほどね、うんうんうん、そういうの、あの、そういうなんかエネルギーを地蔵君巻いてんのかな、巻いてんのか、ありがたい、ありがたい、入ってよかった、入ってよかったね、入ってよかった、黒黒いいですね、今なら漏れなく幸がついてくる、幸がついてくる、幸って濃くなるって言うんだね、でもそもそも薄い、幸薄いから ね、濃くなるっていう、濃くなるのかな、私幸濃いんですっていう、あんま言わないんで幸濃いんですってすごいよね、あー、そう、へえ、じゃああのさ、木村さんがそのどう思われてるとか、どういう役を やらされてるとか、うん、とは別で、はい、実は私こういう役憧れてるんですとか、こういう女優に憧れの女優とかでもいいですけど、はい、こういう役者に役をやっていきたいんですみたいな、なんかあったら役、そうですね、うん、
かっこいい女性にすごく憧れがありまして、ほう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 、強い女性、え、うん、ミラ・ジョボビッチそう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 いう、そういう感じ、うん、そういう感じ、うん、じゃあちょっと今あの私の名前はアリスやだやだガイガの吹き替えだと思ってちょっといやいや、すごいすごい無茶ぶり、こういう感じなんですねこういう感じなんだ、やっていただけるなら嬉しいなと思ったけど、うん、でもね、うん、こんなにあの丁寧に拾っていただけるとかえって申し訳ない気持ちになる、そうですね、無理してやらなくていいですけれども事務所を通していただく気持ちになるかもしれない、そうですね、はい、失礼いたしました、なるほどね、かっこいい強い女性、うん、私にはないものを持ってるっていうのにすごく憧れますね。じゃあご自身ではそんな自分はそんな強い女性っていう感じではないと思ってるってことですね。はい、もう弱々なんでそうなんだ、弱々なんで、何が弱々なんですか、すぐ腰とか痛くなっちゃう、ね、もう身体的な話ね、あ、そう、そう、ね、そうです、昨日も稽古場で途中でなんか休憩終わりでなんか急に腰両腰を押さえながらよっちよち歩きましたらどうした、大丈夫って言って、いや実は寝違えて腰に来ることある、うん、なんか痛かったんですよ、びっくりしちゃって、さっきまでそんなことやってなかったのに急になんか、うん、休憩明けに、うん、ね、休憩明けに寝違えたってどういうことと思ってるけど、急に動けなくなった人みたいな、はあはあ、そっか、大丈夫、強い女性になりたいなって思って、うん、身体的にね、そう、身体的に身体的にじゃ あアクションバリバリするような、あ、そうですね、シガニーウィーバーみたいな、あ、そうですね、かっこいい体硬いんで、うん、私出す例えが私古いちょっと古いのかな最新の強い女性がわからないんだけどね、うんうん、誰、最新の強い女性だと何が浮かびます、最新の強い女性ですか、うん、私アメコミ映画が好きなので海外の方になっちゃうんですけど、うんうん、あのヘイリー・アトウェルさんっていう女優さんがいらっしゃいまして、うん、あのキャプテンアメリカっていう映画に出てたヒロイン役の方なんですけど、うん、今度あのミッションインエージェントカーター、あ、そうです、そうです、ははははミッションインポッシブルの映画にも、うん、トム・クルーズと一緒に出演する、バリバリアクションができるかっこいい女性が、はい、じゃあ途中で奇妙なラブシーンも挟まるかもしれない、そうなんだそんなのあるの定番なの、ね、いやあのトップガンだ、トップガンですよね、うん、トップガンと同じ感じでやってくれるのかな、じゃ あミッションインポッシブルもね、どうですか ね、どうなんでしょうね、的にスカーレット・ヨハンソンかと思ったら違うんですね、スカーレットも好きです、あ、はい、うん、お二人が、うん、共演が今回が2回目ですか、2回目です、はい、うん、ということはね、もうあのいろいろ分かってらっしゃると思うので、まあね、うん、なんかアンディ本山さんって共演してみてどうですかどうですかどうですか、うん、なんかこんなところがいいなとかでもいいですし、これちょっとやめてほしいんだよなみたいな、そっちの方が多そうマジで、そんな困ることないですけど、困ることないですあえてでも何でもいいですよ、すごくシュッとされて背が高いじゃないですか、アンディさん、うんうんうん、で、まあ、同じシーンとかだとセリフやったりするんですけど、うんうんうん、私背が低くて、うんうんうん、こう見上げる形になるんですよね、うん、首が痛くなっちゃうまた身体的な話じゃんね何そんなに体に不安を覚えてるのコルセット巻いてやる、なんかこう首になんか矯正器具首もこういうのやってそうだからその、うんね、会話すると、あ、うん、背が高いなと思いながら、そう、中世フランスの貴族の役しかできなくなるよ、そんなの遠くにいたら大丈夫なんですあ、まあ遠くなるとね、うん、こうだから、うん、じゃ近寄ってくるにつれてちょっとあの膝をね、こうかがめていただいて身長合わせていただいて、うん、どうぞガーマルチョボみたいなことしなきゃいけないの僕なんか近づくにつれてこうだんだんこうしゃがんでいかなきゃそうそうそう、うん、あ、そう、あ、そう、
まあ、確かにあんま近づいて芝居すんなしてくれるなってことね。そういうわけじゃないですけど、はい、でもまあまあ首がしんどい、首がしんどい、あそう、うん、まあよかったそれぐらいのクレームだったらまださっきあの岩窟王の時になんか全然そのこっちを見てくれなかったっていうお話をされてたじゃないですか、上でちょっと話してた時に、はいはいはい、それはなんか物理的に高さの問題だったんですかね、それはね姿勢が合わなかったんですかね、うん、あ、どうなんでしょうね、あるかもね、うん、割と本当に近くにいたもんね、そうですね、あ、視覚に入ってたのかな、視覚に入ってた、あ、見えてなかった、私が可能性はあるね、あれあの時はね、ここにいますっていう、だって、うん、あれさらに僕ちょっと高い靴履いてたんですよ、ね、私もヒール履いてたんですけどね、あ、そう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 、それ以上にそうそう、みんなして高い靴履いてたし、うん、あのすごい段差のある舞台だったんで、で上の方にいたから、ね、割とちょうど四角に入ってた、ね、可能性はあるからね、うん、じゃあ潜入任務をされていたということで潜入かっこいい女性ですね、かっこいい女性で、スニーキングミッションを勝手にやってたの嘘でしょ、そんな役あったっけ、で伯爵がん何の音だ気のせいか、なんでここに出てくるのね、うん、そんなことないでしょ、うん、なるほどね、まあ、僕の印象をねこうって言ってくれましたけど、あの前回あの、ね、皆さん見ていただいたと思いますけど、うんうんうん、主催の千鶴くん来てくれてましたけども、うんうん、あの木村さんから見た千鶴くんってどんな感じなんですか、でも結構あのまんまでしたね、あ、そう、映像私も見たんですけど、うんうんうん、普段からああいう感じで、はい、お話しされるんですけど、稽古だとあの特殊なワードを使って説明すること、うん、結構擬音を使ってなんかふわっととかなんかさーっとみたいな、うん、そういう指示が多くて、うん、はい、私は密かに地図ワードって言って、地図ワード地図ワード出ました、地図ワード、うん、今日の地図ワードって言って、最近の地図ワードで印象的なやつは何かあるんですか、何ですかね、あります、僕その地図ワードに対して あのアンテナ別に張ってないのでそもそも、でも擬音が多いっていうのはね、うん、あのね擬音多いのは僕も一緒だから、あ、そっか、引っかからないんだレーダーに、レーダーに引っかからないのよ、うん、地図ワードの仲間入りみたいな、そうそう、割とはいはいって言っちゃうじゃん、何言われてても通じちゃうんですね、通じちゃうんだよ、うんうん、だからなんかあそれ地図ワードなんだって今、はい、改めてちょっとなんか通じる方と通じない方がいらっしゃって、うんうん、通じない方には、うん、あの通訳が必要になってくるっていう、通訳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 、あ、そうなんだ、一応わかるけど、わかるんだ、なんとなく、そっかそっか、こういう感じみたいな感じでお話したりとかはよかったですね、千鶴くん優秀な通訳がいてね通訳、本当にはい、ということでいろいろね、はい、木村さんに聞かせていただきましたけれども、はい、今話題に上がってるその千鶴くんが演出、作演出やってる、はい、巡り来たりとて、うん、私も出演しております、はい、見どころ見どころ、はい、こちらの作品は演劇ユニットクロクロが3年半ぶりに舞台を行うということで、今回は主催の千鶴が、作演出ということで、行っております、はい、でクロクロの見どころとしましては、あの音楽を作っている音楽担当の者もおりまして、はい、なのでここでしか聴けない音楽に乗せたお芝居というのをお届けできるかなと思っております、はい、アンディさんにもすごく活躍していただいてますので、本当かな、本当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 、それあれあの嘘ついてる時の言い方だから、いやもう、すごく見ていただきたい舞台になっておりますので、ぜひぜひあの皆さんでいらしてください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、今日はゲストに木村優希さん来ていただいております、はい、この後ですね、映画好きの木村優希さんと我々ハラちゃんで、映画を語ろうの、あれを3人バージョンで初めてゲストとやるんじゃないですかね、そうですね、ね、というものをやっていきたいと思いますので、そちらもぜひお楽しみにしてください、はい、はい、舞台情報は概要欄からこちらにありますので、うん、はい、ぜひこちらから予約お願いいたします、お願いします、はい、このチャンネルが面白いと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします、はい、というわけでまた次回の動画で
お会いしましょう。改めましてゲストは木村ゆうきさんでした。ありがとうございました。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。